回納めのシリーズとなりますボートレースチケットショップ藤山3周年記念、いよいよファイナル優勝戦を迎えます。対戦メンバーの6名は1号艇に真島仁、2号艇川尻大輔、3号艇船岡陽一郎、4号艇野津江智和、5号艇には柘植正広、6号艇木村正樹、以上6メンバーによる対戦です。どうやら動きはありません。6名が1、2、3、4、5、6ゆっくりと定番通りの進入へと収まっていきます。先日の SG クラシックで松井茂が鬼足に仕上げた23号機。今回パワフルな船足を武器に絶好枠をゲットしました真島仁。2016年ここ浜名湖以来の久々の V を目指します。続いて2コース、この真島のインの牙城をどう切り崩していくか、2号艇川尻大輔、さらにはセンター3コースには3号艇船岡陽一郎。今ゆっくりとボートを下げていきました。地元で夢の初優勝へ、4号艇は野津江智和。5コース、こちらもレース足上々、5号艇の柘植正広。再アウト6コースに構えます。先日横田由依選手との結婚発表直後のシリーズを優勝で飾るか、木村正樹。モーター使い納めのレースになります。第12レースの優勝戦スタートまで10秒を切りました。並びは内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。優勝戦の12レーススタートしました。内側に手が好スタート、1番と2番真島と川尻、インものすごい足出ていく、そのまま真島が先回り、2号艇川尻が角度をつけて切り込んでいった、3号艇船岡外を待って内側を5番6番4番旋回バックへ入りましたが全く寄せつけませんでした。早くもぶっちぎった1号艇真島仁、2番手は3艇混戦、内側から5番2番3番、12レーススタートは正常でした。2マーク2番手争いはターンマークに寄っていく、5号艇の次に対し川尻刺して3号艇船岡外を待ってホームへ折り返しますが、センターから先に待って抜け出しました5号艇。ここは柘植正広が2番手、3番手は2号艇3号艇並んだ状態、内が2号艇川尻大輔、外3号艇船岡陽一郎。わずかに外から覗いているのは3号艇船岡ですが、牽制してここは先回りは2号艇川尻大輔、6号艇が潜り込んできた、2人の内側へ差していく3号艇船岡陽一郎も、3番手は外わずかに前にいます2号艇川尻大輔。しかしすっと追いついてきました3号艇の船岡陽一郎。まだまだ3番手争いは競りが続いて2周にマークの旋回、今度は船岡陽一郎が先に回る展開を川尻大輔が思い切りよく外を待ってホームへ折り返しました。少しもつれ合いながらも2番3番手と4番手2号艇3号艇、アウト側に2号艇の川尻大輔、内側から3号艇の船岡陽一郎。3周1マークの旋回へと向かっていきます。内側先に回るのは3号艇の船岡、もう一丁外を回る川尻大輔、バックへ入った、アウト側からスピード旋回2号艇の川尻大輔、しかし粘っこく立ち回る3号艇の船岡陽一郎、またまたボートが並んでいく。最終コーナーの旋回先頭が真島、2番手は柘植、そして3番手争いですが外を牽制しながら3号艇の船岡陽一郎、最後まで攻めていく2号艇川尻が外へと握って追いかけますが、3番手は最後の最後に決着、3号艇船岡陽一郎、先頭1番真島五輪、2着は5番の柘植、3着競り合い競り勝ったのは3番の船岡、2番の川尻4着、5着6番木村、ラスト4番の野添五輪。